ない子だね。ダメじゃねえか。Thank you.
こんなところか。娘ったらドバイすぎだよ。私はもうヘトヘト。なんだねプチ、このくらいでバテるなんてだらしないぞ。娘が張り切りすぎなんだって。ねえネプリア。はい、私は別にこのくらいは慣れてるよ。ネプリアが裏切った。最近ネプッチはゴロゴロしながらプリンばかり食べていたからね。娘さん、ありがとう。一族を代表して礼を言わせてもらうよ。礼なんていいって。お前らだって何度もシェアクリスタルを見つけてきてくれただろう。困っている時はお互い様だ。あ、これって地獄のトサカからのシェアです。やったね、ウズメ。ここでもシェアゲットだよ。もしかしてギャルゲーのヒロインの好感度みたいにモンスターたちの好感を得るとシェアが得られるのかもね。ウズメ、ウズメってば。だけだ。あんた何事かと思って心配しちゃったよ。まったく娘ったら人騒がせなんだから。悪い悪い。はい、これ。これってプリンだよな。そんじゃそこからのプリンと思ったら大間違い。プラネティウムの女神である私が朝からずっとポケットの中で温めた優しさ半分、女神の加護半分のとっておきのプリンなんだよ。おう、だから生温かいのか。さて、それではゲームの筐体がある場所に案内してもらえるかな。それなら向こうにあるわ。ついてきて。逃げられたか、すばしっこい奴め。ネプリア、そっち行った。お願い。うん、任せて。次のステージこそは俺が MVP を取ってやるぜ。何よ、次こそは私が MVP 取るんだからね。うずめさん、すごく楽しそうですね。こんなに楽しそうなうずめさん初めて見るかも。今までデカブツのことばかりだったからな。俺もあんなにはしゃぐうずめは実に久しぶりだ。やはりうずめはあの顔の方が似合う。ねえねぶぎや、出るコツとかあるの？あるなら私にだけこっそり教えてくれないかな。ね、打つときにはこうやって脇をしっかり締めて狙いを定めるな。そうすることで照準がブレずに。おい、ネプチだけずるいぞ。俺にも教えろよ。いいですよ。じゃあ娘さんもお姉ちゃんと一緒にこっちに。ん、どうした、ギアッチ。世界の問題を全部解決して私たちの世界に来てもらえばいいんだよ。それならみんなお別れしなくても済むよね。いやー、遊んだ遊んだけどゲームってのはみんなで遊ぶとこんなに面白いんだな。こんなに楽しんじゃ毎日でも来たくなるぜ。そうですね、また一緒にゲームセンターに行きましょう。どうやら作戦成功みたいだね。ゲームで立ち直るなんて、そういうところはネプッチの妹って感じだな。何のことですか。なんだ。娘、あそこだ。向こうに何かいるぞ。こんなやつが隠れてたのか。あのシルエットにあの装備、多分軍用の制圧兵器です。フレームの規格からの推測ですけど、おそらく AI
世代前のものが使われていると思います。けどあくまでそれは私たちの世界での場合、もしかしたら何か特別なプログラムや武装が組み込まれているかもしれないので気をつけてください。いつものネズギ屋に戻ったようだね。まあ何を言ってるのかさっぱりわからないけど、けど迷いを捨てたネズギ屋の強さは私が保証するよ。ならこんなガラクタなんざさっさとスクラップにしてやろうぜ。
込むわ。よし、落ち着いていこう。私に任せて。遊びに来たはずが、とんだ拾い物だったな。だな、ギアッチも元気になったし、来てよかったぜ。